でにはついてってない、うん、そのなんか良きところ の, なんかその電車で乗るまでとか、あ電車乗るまで電車乗るまで見てるんですねこっちそのねこの人が行くこっちには、はい、こっちに行こうと思ってこついてったの、はい、可愛いですね伊藤さん可愛いですね可愛いです。株式会社ごきげんジャパン代表取締役白畑一穂です。圧倒的共感型ゲドアイドル一茶抜きのみかんるなです。今日はですね、はい、前回そのみんなに恋バナを聞かれたんですけども、はい、ちょっとストーキングしちゃったんですよ。ストーカーだったんですか？別にストーカーしたからって何かしようと思ってるわけじゃないの。少しでも同じ空間にいたいなと思って。なるほど。それがストーカーか。でもストーカーですね、それは。完全な、なんかその人のことをより知りたくて、うん、ちょっと近づきたいちょっと近づいて、その人の、なんか、うん、だろう、やってるところとかを見て、うん、自分もその空間に行きたいなとか、うん、あの人は何食べてんだろうってか思いながら見ることもストーカーです、うん、マジでストーカーだわ、じゃあどんなストーカーしたんですか？なんかね、その、この人、なんかすこみたいな人がいたの、うん。でもなんか別に何かなりたいとかっていうよりはなんか推しメンって感じでこう眺めてたんだけど、なんかまあちょっとねとあるなんだコミュニティといいますか、まあとあるところで一緒になることがまああって、まあ帰り道に後ろ姿をこうずっと見ながら歩いたりとか。え、それ後ろ姿をずっと見て何を思うんですか？好き好きーって思いながら歩くみたいな、うん、いいなーって思いながら、うん、かわいいですね伊藤さん。それはで、じゃあの、うん、接しない距離よ、接しない距離で後ろ姿を見ながら歩いて、でもついてってるってことですよね。ついてってストーカーです伊藤さん。え、ストーカーなのこれ、やばいじゃん、うん、ストーカーじゃん。でもそれをストーカーしちゃうほどスコなんですね、うん、でも家とかまでにはついていってない、うん、そのなんか良きところのなんかその電車で乗るまでとか。あ、なるほど、なるほど。電車乗るまで見てるんですね。ちょっとねタイミングがね重なった時があったので、これは一緒にの空気を吸いながら歩くチャンスだと思って。一緒の空気はい、いつもはねこう、はい、接しないように別空間でこうしてる、はい、生きてるんですけど、うん、その時はこう同じ空気を吸いながら歩くチャンスだと思って、でも私の行く方向は違う方向なのよ。伊藤さんこっちなんですね。そう、こっちに行っちゃう、はい、本来ならば、はい、しかも私がそっちということはバレてるの、はい、ああなるほどなるほど、はい、本来ならその一緒の空間になることはないの、はい、でもチャンスね、せっかくの、はい、チャンスです。だからもうちょっと一緒の空間にいよう、空気吸おうと思って、こっち、そのね、この人が行くこっちには、はい、こっちに行こうと思ってこうついてったの、はい、ふんふんふんってふんふんふんってついてったのよ。何食わぬ、これ一緒にお話ししながら、これそうそう、一緒にお話ししながらふんふんふんってついてって、で、あれってなったの向こうが、はい、え、こっちじゃないですよって言われたの。だから、あ、ちょっとあっちにあるなんかユニクロに行くんですよって言って、あ、なんか駅にユニクロ入っててみたいな感じで言ったんだけど、多分めっちゃどもってたもんね。なんか駅のユニクロ行きます。いや、そうなんですねってなって、まあまあまあ、その人は駅に行って、はい、私はなんかユニクロ全く用なかったよ、はい、別に全然欲しいもんなかった、うん、しかも駅にユニクロなかった。伊藤さん、嘘ついちゃってましたよ。大丈夫、私の見立てではあったの、駅にユニクロが。ただ駅にユニクロなくて、でも嘘つくの嫌なのね。どんなことでもさ、嘘つくの結構嫌なの、ね、だから嘘つくのは良くないと思って、うん、まあまあその人は駅で別れてたんだけど、うん、じゃあ私はユニクロ行くんで、うん、みたいな感じで別れて、ユニクロやべえ、ユニクロないと思って、はい、なんか近しい感じの服屋さん、お洋服屋さんに入って、はい、一歩入ってしまった。一応嘘はついてないです。嘘はついてない、うん、でユニクロもあの間違っちゃって、嘘じゃなくて間違えちゃっただけで、見た目ユニクロだったけど中入ったら違かったって。そう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 、だからすぐ入ってすぐでも伊藤さんがストーキングをする
人だと思ってなかったです。新たな一面ですね。自分がストーキングしてると思ってなかった、うんうんうん、でもストーキングだわこれ。でもなんかそれくらいもう心にグッとくる人なんですね。なんか心にグッと、まあ、そうかもね、グッとくる、まあ、でも絶対どうにかなりたいっていうよりはなんか なんだろうな、一緒の空間ちょっと長くいたいなみたいな。そう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 、かわいいです。推し面って感じ。あ、推し面と少しでも長く接したいみたいな。なるほど。えだからお金払ってさ接せれるならいくらでも払おう。なんか普通の恋愛する人とかがどうしてんのかなっていうのはちょっと思うよ。まあ確かにそれは分かんないですよね、うん、でそのなんかそのあもういいなとかさ、なんかいろいろあるじゃん、なんとなくあ喋り方が好きだなとか見た目がいいなとか、あ結構タイプだなみたいなさ、うんうんうん、なんかその人に対してこうグイッといくみたいなのがなんかもうできないできない。後ろ姿を眺めて歩くかもしれない。なんかアニメのようですよね。なんか、うん、そうだね。しかも小学校とか中学校が読むアニメの、ね、中学生が読む少女漫画、少女漫画みたいな。でも緊張しますよね、喋るのも。緊張する、うん、なんか好きな人っていうか、うん、その推しメンとかと喋る時とか、うん、なんかさオタクの人でもさ、うん、まあ、同じ気持ちかは分かんないんだけど、チェキ取るときにさ自分映んないですいいですみたいな人いるじゃん。いますいます。なんかそれの気持ち、なるほど、めっちゃ分かるの、その気持ち超分かるの。じゃあ今この気持ち一番分かってるのオタクですね。オタクだと思う。だからなんかそのオタク、その人の別に目に映んなくていいです私、うん、私別に映んなくていいですっていう感じで、なんかただただ見て見守りたい、推し面見守りたいですね。推し面ちゃんと電車乗れるかな、推し面今幸せかなみたいな、その人にどう思われてるかとか気にしたくないの。なんか心がざわつく、うんうんうん、ざわつくじゃん、ざわつくから嫌なの結構。そういうなんかさ恋愛みたいなこう、うんうん、理性が保てないことに、うん、心をざわつかされるのがすごい嫌だから、その自分でさ、もしさ、うんうん、好きで付き合いたいとかだったらさ、うん、この人によく思われたいとかってさ、うん、思うじゃん、うん、そうですね。そうするとさ、もうさいろんなことが気になってくるじゃん。わかりますね。なんかもう喋り方大丈夫かなとかさ、今なんか化粧よれてないかなとか、確かに臭くないかなとかさ、なんかなんかそういうのがめっちゃ気になって、うん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 、でもともとはなんか、まあ、アイドルとかやってこう今は可愛いって言ってくれる人とか歌がいいとか言ってくれる人がいるから、うん、もう人前に立ってなんかしたりとかできてるけど、もともとはなんか自分が別になんか可愛いでしょみたいな感じではないから、うんうん、結構なんか自己肯定感低めなの。あ、そうなんですね。そう、こう見えてそうで、あんまり意外に思われがちなんだけど、うん、あんま、まあ、仕事だから別に自分のことを否定したりとかはしないけど、本来はそんなに高くないから、うんうん、今この人にめっちゃキモく見られてる気がするとか、絶対今の喋り方キモいって思われたとか、うん、気になっちゃう。可愛いですね、伊藤さん。可愛いですね。可愛いです。思わない、思わない、なんか絶対なんかキモがられてる、無理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 って、あんま接しなくていいんで、私あの概念だと思ってくださいみたいな。キモいと思われることが怖い。可愛い伊藤さんの一面があるんですね。はい、うん、いつも可愛いですよ。ありがとう。いつも可愛いですけど、ありがとう。なんかそういうちょっと推しメンの話するとき、うん、可愛いですね。やったー。というわけで、はい、自分も恋愛してるよ、恋愛の話楽しい、好き、楽しいっていう方はぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。